いい感じで弾いてますね。今回は名もなきスバル社専用品撥水シャンプーのご紹介です。せーの、アラホヒマセル。やっぱりスバルがナンバーワン、アラホーシマンセルです。洗車する車はもちろんこちら、スバル WRX-STI VAB-F 型。ちなみにバックランプスイッチのリコール交換前の車両になりますが、洗車に影響はありません。本製品は製造元のリアル株式会社様と企画元のリベラルコーポレーション株式会社様とのコラボ、スバル社専用品撥水シャンプーになります。繊細なスバルの塗装面に優しく美しく仕上げることができるようで、愛車を大切に維持管理されたい方には嬉しい製品になりますね。本製品撥水シャンプーの特徴は、シャンプーとして汚れも落としながら洗うだけでコーティングもできてしまう多機能な一品。汚れがひどい場合は原液での使用も推奨していますが、シミになりにくいのが特徴です。まずは希釈して使ってみたいと思います。撥水シャンプーの原液をバケツに適量入れまして、水道水を入れていきます。とてもきめ細やかな泡立ちですが、時間が経過するとご覧のように泡立ちはなくなりました。ボディに水をかけてからご覧のように塗り込むような感覚で洗えます。では仕上がりをご覧ください。もともとコーティング施工者ということもあり、撥水性についてはあまり変わりはないかと思われます。次に原液で同じようにやってみましょう。するとどうでしょう。先ほどよりも水の弾きが変わりましたね。塗面は撥水器が付着しコーティングされることで撥水効果が出たというわけです。その撥水効果のおかげでクロスでの拭き取りもとても楽でした。初感です。名もなきスバル社専用品撥水シャンプーには撥水器が入っているためにその性能は優れていると思いますが、その反面シャンプーとしての泡立ちが弱いというかほぼありませんので、1回の作業で撥水とシャンプーが行えるのは効率的ではありますが、こちらの製品はあくまで撥水目的での使用として考えた方が良さそうです。ボディをこすらないためにも泡立ちは必須ですので、別のカーシャンプーで大まかな汚れを落とした後に施工するのが良いかと思います。別作業だとしてもそこはスバル社専用品、名もなき
十分に価値はあると思います。製品ラインナップですが、詳しくはリベラルさんのホームページをご覧くださいませ。単品販売からスペシャルモデル完璧5本セットまで、自分はもちろん贈答用としても喜ばれそうですね。一見カーケミカル製品とは思えないデザインはインパクトがあって面白いですね。というわけでいかがだったでしょうか。実はこの名もなきスバル社専用品撥水シャンプー、先日スーパーオートバックスサンシャイン神戸店で開催されてましたイベントでリベラルの青木社長様よりプレゼントしていただきました。その説は青木社長誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。スバル社専用の名もなきっていうこのコーティング出してるんですよ、はい、なのでこれをちょっとあのマンセルさんの方にお好きな方をサービスさせていただきます、はい、本当ですか。使ってみてください、はい、こちらはコーティングと、はい、それからこちらがシャンプーとなってる感じですね。あのスイビーチャンネルっていうあのスバルのチャンネル、あのライターの方々がいらっしゃるチャンネルと一緒にちょっとこうでも使っていただいたりして、はい、検証したものなので、多分気に入っていただけるのかなとは思います。そうですか、はい、なるほど。じゃあぜひこちらの、 あのレビュー動画もですね、はい、あのちょっと撮りたいと思います。ありがとうございます。すみません、いや本当にありがとうございます。私はね、あのこれをね、あの近々ね、はい、あの購入するしますのでね、あのまたこちらの動画もあのご覧になっていただけたらというふうに思います。はい、じゃあ以上あのこちらあのリベラル の、 あのブースからでした。社長どうもお忙しいところありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひですね、今回の動画の評価コメントお待ちしております。今後も新作の動画をご案内したいので、チャンネル登録通知をオンにしておいてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。やっぱりスバルがナンバーワン。お相手は私アラホーシマンセルでした。